カミツキガメ科はハチウツナカメメに分類されるとが、モシキ属はカミツキガメ属。北アメリカ大陸、南アメリカ大陸北西部原生種は南北アメリカ大陸のみに分布するが、ユーラシア大陸からも本家の構成種の化石が発見されている。最大種はワニガメで最大高長80センチメートル。廃校と復興の継ぎ目は細い。復興は小型で、 十字状。頭部は大型。尾は長い。1980から2000年代には、頭骨や上腕二頭筋の形態、ミトコンドリア DNA のシトクロム B 及び 12S な、の分子系統解析などから、大頭亀科を本科と単系統群を形成すると、して、カミツキガ亀浄化に含む説が提唱された。脊椎骨の形態や、角形の比較から、大頭亀科は、 石亀化や陸亀化に禁煙とする説もあり、2000年代後半に行われた各 DNA やミトコンドリア DNA の全塩基配列の分子系統推定では、大頭亀科は陸亀上科に含まれるとする解析結果が得られた。カミツキガメ属は以前はカミツキガメシーセルペンティノの,のみで構成されていたが、1996年にミトコンドリア DNA の制限酵素領域の 解析から遺伝的的距離が大きいとして3種に分ける説が提唱された。ワニガメ属は以前はワニガメ M テミンキーのみで構成されていたが、2014年にジョージア州とフロリダ州のスワンレイ川流域の個体群が M スワニーインシスとして新種記載する説が提唱された。以下の分類、英名はタートルテクソノミーワーキンググループに従う。 カミツキガメ属に関しては近年まで北アメリカ大陸から南アメリカ大陸に広域分布する一種と考えられていたこともあり、2000年代までの時点では北米カミツキガメを除いた知見はほとんどない。少なくとも北米カミツキガメは低質が泥や砂で水生植物が繁茂した水場に広く生息するが、主に河川の流れの緩やかな箇所、地層、湿地、 河川の周囲にある水たまりなどに生息する。ワニガメは主に河川や三日月湖も含む湖、水路などのある程度の水深がある環境に生息し、低質が泥で、水生植物の繁茂した環境を好む。完全水生で産卵するメスを除いて、上陸することは少ない。一方で少なくとも北米カミツキガメは水場が、干上がったり、水位の低下時、地域によっては、 高雨時に上陸して移動することもあり、水辺のアリ塚の周囲でアリを全身にたからせるが、報告された例もある。水底を徘徊して活動する。少なくとも、北米カミツキガメとワニガメは、魚類、両生類、爬虫類、昆虫類,類、甲殻類、貝類、動物の死骸、果実などを食べる。水底を徘徊し獲物を探すが、ワニガメは獲物を待ち伏せて捕食することもある。 河川改修やダム建設などによる生息地の破壊、水質汚染、食用やペット用の乱獲などにより生息数が減少している種もいる。2005年にインバルマ水系で繁殖、定着が確認されていること、他地域での発見例もあること、定着した地域で魚類や両生類への被害が懸念されることなどの理由から、講義の噛みつきがメシーセルペンティナが、 特定外来生物に指定された。カタンで種類名証明書の添付が必要な生物に指定されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されていた。1989から1997年にかけてのアメリカ合衆国からの輸出量は、カミツキガメ族が約10万頭、ワニガメ族が3万6000頭とされる。北米カミツキガメやワニガメは、 昭和初期から始めは飼育施設やデパードなどでの展示用に、後にペット用に多くの個体が輸入された。日本では2000年に動物愛護法の改正により、カタ位イで特定動物に指定された。カタ位イでの特定動物の指定により輸入量は激減した。2020年の時点でもカミツキガメカタ位イで特定動物に指定され、2019年6月には、 愛玩目的での飼育が禁止された。ありがとうございます。